岩手県宮古市、親潮と黒潮、津軽暖流の三海流が交錯し、水産資源に恵まれる岩手の海。そこで古くから続く人々の生活や海の生物を紹介する施設があります。岩手県立水産科学館です。1986年に全国初の水産専門の科学館として開館した岩手県立水産科学館。岩手の海、漁業と暮らし、躍進する岩手の水産をテーマに、人と海との関わりを紹介しています。三陸沿岸で使われていた漁業の道具とか資料を展示をして、歴史とそれから開発されていく部分があったのを理解してもらうための施設です。やはり海に対する理解を少しでも深めていけばと思っております。館内では宮古周辺に生息する魚を飼育展示しているほか、岩場から海底までおよそ1000メートルの海中の様子を大ジオラマで展示しています。その他、沿岸で観測されたトドなどの怪獣の剥製や、鮭、アワビ、ホタテ貝、ワカメといった岩手を代表する養殖の歴史や事業について紹介しています。また漁で使われてきた様々な道具も紹介しています。これは天然の昆布を取るねじり棒といって、普通はこうつないでるわけですけども、こういった一本の木は全国でもおそらくないんじゃないかなと思うぐらい珍しいんじゃないかなと思います。科学館では漁具や漁法の他にも、未来の漁場の姿、海洋牧場など新しい技術についても学ぶことができます。海の姿、生息する生き物、そして水産の歴史や漁法など、岩手の海のこれまでとこれからを伝える岩手県立水産科学館です。